はい、今回ですけど、8月の新ツムとしてね、シンバの情報が出ていたんですけれども、さらに最新の情報が来ました。はい、ハクナマタタシンバという名前で登場するというところで、さらに曲付きで期間限定のツムとなっております。名前からしてね、曲はねハクナマタタというところですかね。俺あの曲めっちゃ好きなんで、めちゃめちゃ嬉しいです。はい、すごい楽しみです。でちなみにですけど、スキルも判明しております。スキルはですね、何だと思いますか皆さん。皆さん何だと思いますか。ですね、横ライン消去なんですよ。で横ライン消去って見た時にですね、すごい残念でした。すごい残念だった。横ライン消去ってね、縦ライン消去と比較したら圧倒的に不利なスキルなので、はい、ちょっとそこが残念なんですけど、ハムとかね、そう、ハムと同様になんか、特殊な効果があるね、スキルであれば、強い可能性もあるので、ちょっとその辺を期待したいなと思います。はい、ということでね、まあ、ツム的にも、ツムの見た目的にもですね、もう百獣のライオンっていうんですかね、そんな感じのかっこいいツムというところなんですけど、シンバのね実写版が、シンバの実写版じゃない、ライオンキングの実写版がね、まあ、これから上映というところで、まあ、自分も見に行くんですけど、はい、見に行ってですね、ちゃんと、ハクナマタタシンバを、使っていきたいと思いますので、はい、お楽しみですね皆さんね。はい、ということで、まあ最新情報としては以上になるんですけれども、まあちょっとこれだけだと寂しいっすか、寂しくないか、寂しいっすかね、寂しそうならちょっと、プレイ動画やってみよう、プレイ動画行きましょうか。はい、行きましょう。ということで、まあちょっとライオンキングの2もまた、やっていきたいなと思います。ではプレイ動画どうぞ。はい、ということで、まあプレイ動画に移るんですけれども、シンバを使っていきたいなと思います。で、まあ、やっぱハグナマタタシンバって言ったらやっぱね、まず最初に出ているシンバを使わなければいけないと。まあ、このシンバは見た目からしてね、まあ、皆さん分かると思うんですけれども、まあ、子どもの頃のシンバなんですけど、まあはい、皆さん持っていると思うんですけどね、まあ、ちょっと使っていきたいなと思います。スキルまで、はい、まあ、多分まあ最近使ってないんであれなんですけど、まあ4000コインはいくと思います。まあただ自分はちょっと、まあガチでプレイするとかそういうんじゃなくて、まあただただね、ちょっとプレイを楽しんでいきたいなと、シンバを。
で32消去いいですね。結構ね消去数が多くていいんですよこれ。はい、コイン稼ぎに向いているツムとなっております。さあどうだ、やべ、ちょっと待って待って待って、4000コイン行きたいところだけど4000コイン行かないんだけどガチプレイをしないって言うてもちょっとそんぐらいは稼ぎたいところなんですけれども、まあ、残り30秒で2000コイン行かないとまずいところですね。なんかブーブー言ってます、ごめんなさい。え、ちょっと待って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 、弱体化した、俺が弱体化したんか、やばい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 、残り30秒で1500コイン、いやーまずいぞこれ。てか俺あれだね、ミスってますね。フィーバーを早く終わらせたいじゃない、フィーバーじゃない時に早く、フィーバーに持ってきたいにもかかわらず、スキルとかボムをね貯めといていないという、ちょっと低たらくなプレイをしております。よし、これでスキル発動してフィーバー持っていって、いやちょっとマジで4000厳しいな、やべえな、下手すぎか。 OK、 やっぱこれ3500やわやべ3500やわ。3500もいかないんじゃないか説、あと1回スキル使わないと、あー使わなかった。はい、まあ3500か、3500か、はあまあまあまあ、ただのエンジョイプレイなので、はい、ご勘弁ください。で次もう1個使おうと思うんですけれども、次何使おうかなって思っているんですけど、まあライオンキングってライオンじゃないですか、このツムってライオンなんですかっていう疑問もあって、ちょっとこいつ野獣を使っていきたいなと思う。野獣ってライオンなんですかね、ライオンだよね、ライオンだよねということで、まぁ、あ、ちょっと久しぶりに野獣を使っていきたいと思います。野獣はね、まあ調子いいと7000コイン以上とかいったり、まあ普段はね、まあ特に野獣がよっぽど少なくない限りはですね、6000枚以上は、平均で出るんですけれども、ちょっとやばいですか、やばいですか、ちょっとやばいですか集中しましょう、ちょっとやばいですねこれ、これちょっと待って野獣でこれこのペース4000コインじゃないですか。まあエンジョイプレイと言いつつも、ちょっとこれは低たらくすぎるんで、ちょっと5000ぐらいまでいけるようにちょっと集中しましょう。でもね、野獣さ、昔はもうコイン稼ぎ最強だったんですけど、今はねもうたくさん強いツムが出ていて、まあ、未だに強いんですけどね、未だに強いんですけれども、まあ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 と、もう今や最強ではなくなってしまっていると。まあ、それでもね、スキルが消去系で単純なスキルなので、すごく使いやすくてみんなまだ使ってると思うんですけど、はい、これもね結構強いんですよ、みんな強いのは知るかみんな強いのは知ってますよね。でさあ、まあ4000コインぐらいか、これで5000は行きましたね。よかった。よかったよかった。5000行ったならよかった。ああ、やばい。5000行ってない。あ、やばい、これあと1回スキル使わないと5000行かない。あ、よく行った、行った。危ねえ。ああ、これスキル使いたかったー。はい、まあこんな感じで低たらくにエンジョイプレイをやっていったんですけど、まあまだまだやっぱ野獣は強いですよね。はい、で本当に野獣はライオンですよね。俺はちょっと見た目からしてもう
ライオンだと思っているんですけれども、はい。まあ、ということでね、まあ、ちょっと、プレイ動画になったんですけど、まあ、本来の目的は、ハクナマタタシンバの、最新情報の、まあ、8月の新ツモの、ね、最新情報になったんですけれども、そう、やっぱね、ライオンキングはね、自分めっちゃ好きなんで、スキルマを目指したいんですけど、ちょっとクイーンでちょっと使いすぎてしまって、今こちら見ても分かる通りですね、まだ24万コインしか溜まっていないというところで、まあ、すごい辛いんですけれども、まあ、頑張ってね、コインを貯めて、スキルマを目指していきたいなと思います。ということでね、今回は、ハクナマタタシンバのね、最新情報となりました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。